とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロラジオズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、久しぶりにボスラッシュをやっていきたいと思います。全部で10体のボスを倒しますね。で、今日使う装備ですけども、これでいきます。カバンビルドですね。羽、カバンの、フロストサイス、輝くローブの、クールダウン4。ポーションバリアが入ってます。念のためにね。そして弓は、愛のスペル棒です。さあ、これで、行きましょう。多分、相当早く倒せるんだけども、倒せないやつもちょっといると思う。まあ、とりあえず、ここは、いや、ちょっと、雷があんま出ない。雷が。あー、こんなもんだったか。雷の出が悪い。次、それでは次、大釜に行きましょう。ここは、いやー、雷出ない。あ、出た。次行きましょう。ここは HP 低いから、一気に行け、いやー、難しいか。雑魚がいるもんな。まあ、ポーションバリア使って、行きましょう。OK。まあまあ。隙を見て一気に行きます。ああ雷3発。次、続いて邪悪な村人でーす。最初にね10体倒すって言ったんですけど、9体です。9体。まあこいつとこの真の姿のやつを倒すってことで、10体と思ってください。よし、ムーシュルームモンスターズとね、レッドストーンの怪物、あれほぼ一緒だからね。 OK。 やっぱりあれだな、雷が出ないとちょっと弱い。ジャングルの魔物行きましょう。こいつは無敵時間があるからめんどくさいんだよね。まあ、時間が切れて一気に攻めれるようになったらば、まあ運次第だな。オッケー。まあこの雑魚がうっとい。あ、いや意外といける。オッケー、意外とラッキーだった。次ガーディアン行きましょう。タワーだったらね、意外と楽な時もあるけども、あ、いける。うん、思ったほど耐久力ないわ、これなら。おお、いやいや火力は高えな。そうかそうか、タワーと違って、あ、戦う場所が違うんだ。そう、戦う場所が違うから、そうだ、しっかり隠れないとこれ無理なんだな。次で倒す。いやー、出ない。いや出てきてくれれば勝ったけど、うわー、やばい、息ができない。よっしゃー、多分ここに隠れないとダメージ受けるよね。おお、タワーって戦いやすかったんだな、あれ。よし、終わりだ。はい、次。では次、めんどくさいテンペストゴーレム行きましょう。まあまあ、タワーよりはマシかな。うん、装備があるんで、タワーよりは、まあ、マシに倒せる。いや、めんどくささには変わりないな。あー、でも、あ、無理か。今回は、カバンで行くって決めてるんで、ちょっと装備変えれないんだけども、そうか。装備選べれば、ワンパンいけるんだもんね。出ない。ギリ、運が良ければ、3ターンで倒せるかな。あ、ダイナモ使えばいけるけど、いやダイナモはちょっとずるいな。ダイナモはなしでいきます。今回はカバンでいくって決めたけども、まあまあこのダイナモもカバンビルドの、まあ、一部ではあるよね。そうか、あっ、いややってみようか。でも半分減らせるかな。
ちょっと微妙なところだと思うんですけど、まあ一応ちょっと狙ってみましょう。すぐに出ればいいけどな。 OK、 やっぱりこいつはめんどくさい。同じくラスボスもねめんどくさいんだけどね。行ってみます。いや無理か。全然無理だ。いやでもまあ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 それなりっていう感じですね。うん、でもまあカバンで行くと比較的楽ではあります。うん、よし OKOKOK。 やっぱ雷出ると相当火力出るもんね。よし、嘘嘘全然ダイナモ全然火力ないじゃん。それではもう少しですね、邪悪なレイス行きましょう。ここはね、早いと思う。まあまあまあ、運だけどね。こいつは HP 少ないんで。でもタワーのこいつって HP 高いよね。でも確かここのレイスはそう大したことないですね。うん。あ、いやいや、それなりだ。まあ、それなりにHP 高いわ。あ、そうかそうか。なんか昔は結構楽に倒してた記憶があるんだけど、多分あれか。あの、毒ダイナモとかで、一気にやったから早かったのか。ああ落ちてった。はい、では次が最後ラスボスいきましょう。ラスボスです。うわ久しぶりに戦うな。本当にねこいつ久しぶりに見た。ああ全然来ないもんね。でも戦い方は大丈夫でしょう。ちょっと待って、引っかかりをなかなか探せないか。ちょっと待って下手になってる。ちょっと待ってよ、あれあれちょっと引っかかりをなかなか探せない。まあまあいいや。あーもうこいつで、それね、分かってる分かってる分かってる。はい、ここは確か安全地帯だもんね。いやーこれどうしよう。虚無に突っ込んでもう一気に行くか。いやでも来るのを待った方がいいよね。 OKOK、 しゃ、いや戻るな、戻ったね。分かった分かった。あれ、うーんちょっと待って吸い込まれる。あれ、うーんなんか うまいこといかん。あれもういいやもういいや。前はもう 100% 一発で、あーここだ、いけたんだけどと思ったけど、次で倒す。いやさすがに虚無に突っ込むとちょっと危ないか。いやいけるね。はい、それでは今日は久しぶりにボスラッシュやってみました。カバンビルドも久しぶり使ったんですけども、カバンビルド強い強い強い。おお、やっぱ範囲狭くなったからって言って、まあ弱体化はしてるけど全然強いね。超楽勝でした。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。